坂本龍馬は天保6年11月15日に生まれ、慶応3年11月15日に亡くなりました。生まれた日と亡くなった日が同じなのです。アクトランドの龍馬歴史館では、坂本龍馬が疾風のように駆け抜けた33年の人生を約120体の蝋人形、27コマのシーンで表現しています。今回はその27コマの中より、この場面を紹介させていただきます。龍馬劇場第26幕大宮の惨劇。龍馬は新政府の人事案を新官制議定書や新政府の政治綱領、新政府綱領発策を起草するなど、新時代に向け準備を加速させる。1867年11月15日、京都河原町の醤油商大宮に宿泊している龍馬を、陸援隊隊長中岡慎太郎が訪問した。二人は夜遅くまで話し込み、5つ半時、現在の午後9時頃、十津川郷士を名乗る男たちが現れ、取り次ぎに出た下僕の藤吉を切りつけた。ああ、包帯な、と声をかける龍馬。部屋に飛び込んでくる刺客、一人がこのクソと叫んで慎太郎を切った。もう一人は龍馬の額を横から切りつけた。人には命を大切にせよと説いていた龍馬。新しい日本の夜明けを目前に、志半ばで絶命。去年33歳、くしくも11月15日の誕生日が命日となる。暗殺を命じた黒幕は未だ分からず、深い謎のままである。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。